時間です。キャスターの田尾佳子です。今回は、一宮市の、138タワーパークの、桜を紹介します。桜の名所、木曽川堤沿いにある、公園の一つ、国営木曽三川公園、138タワーパークの、桜をご紹介します。高さ138メートルの美しい2つのアーチを持つ展望タワー、ついなわち138。高さが異なる2本の双曲線アーチと中央のエレベーターシャフトが木曽三川の雄大な流れを象徴しています。タワー最高部の高さは一宮市にちなみ138メートルあります。コスモスなど季節ごとに、花が美しい、花畑、花の迷路、花の小道、などがあります。138タワーパーク周辺の、木曽川堤、には、彼岸桜、しだれ桜、山桜、ソメイヨシノの桜並木が、約 7km にわたって続いています。今回は、愛知県一宮市、138タワーパークの、桜をご案内しました。ご意見、ご質問などございましたら、お気軽にお問い合わせください。それでは、失礼いたします。